ドゥアティエン・フウェ賞は、ベトナムの賞の一つ。北中部に位置し、東は、バクボワンに、北は、クアンチ賞に、南は、クアンナム賞及び、ダナン市に、西はラオスに接している。世界遺産でもあること増えを抱えている。7世紀頃から、チャム族のチャンパ王国の中心地の一つ、ウリク州として栄え、1306年にチャンパと、大越の政略結婚の花嫁大将として、 大越鎮朝の領土に編入されて、ホア州が置かれた。笛という地名は、このホアの名と言われる。17世紀に、地方領主の広南、元氏により、トゥアンホア都の城が築かれ、19世紀初頭に、最後の王朝となった、越南元朝の都、スアン系が置かれた。多くの宮殿が1947年から1948年の、 フランス再征服軍との戦いで傷つき、1954年、イゴトゥーズー工房やベトナム共和国高校員、ドゥアティエン省建設士による修復が行われた。南北ベトナムに分断されていた時は、南ベトナムの北端近くに位置する大学都市として知識人が集った。笛球市内は1968年のテッド構成の際には激しい戦闘の場所となり、 南ベトナム解放民族戦線による占領中に多くの保守八式人、僧侶がここで虐殺され、解放軍の闘争後は逆に要求八式人や学生活動家が虐殺された。解放軍闘争の際に虐殺を免れて一緒に北ベトナムに逃亡した学生活動家の中からグエン・ワン・メイラ京の笛の有力政治家が輩出した。 ベトナム戦争中は多くの宮殿が基本的にずっと半壊状態のまま放棄されていた。近年修復が目覚ましい建造物群のほか、宮廷音楽、宮廷料理など無形の文化物が多く存在する。ドゥアティエン・フエ賞は以下の行政単位に区分される。シ・フエシッシャ、フオントイ社シャ、フォンチャーシッシャ県、フーバン県、クアンディエン県やアルオイ県、ナムドン県ン、フォンディエン県。 フーロック県金属、タオイ族、コツ族ブル族、ホア族。笛方言の発音は、ダナン方言と同様に成長が極めて曖昧、不明瞭であることで知られ、成長が苦手な外国人にとっては、比較的真似しやすいが、一般のベトナム人には異質で、わかりにくい方言とされている。ありがとうございます。